2002年に惜しまれながら生産を終了したトヨタのスープラが、2019年の北米国際自動車ショーで復活した直列6気筒エンジンとリアドライブを継承した。このトヨタのフラッグシップスポーツカーのチーフエンジニアは、86を世に送り出した多田哲也氏だ。ナンバーズアワンシング、フィーディングイズホワットマターズというスローガンに基づき、ドライバーの感性に訴える車作りを推進。低重心かつ50対50の前後重量配分という理想のボディバランス、ツインスクロールターボによる力強い加速、ワイドボディとショートホイールベースによるクイックなハンドリングは、ピュアスポーツカーの理想を追求した結果だ。グラマラスでエレガントなフォルムとストレート6が奏でるエンジンサウンドは、唯一無二のオーラを放つ。リアルモータースポーツのみならず、グランツーリスモスポーツ参戦をも前提に開発が進められた GR スープラ RZ、 さらにパワーアップした2020年モデルには、機体の新色も用意されている。